あと30分これ。いやちょっとやめます。めっちゃ見てるよ。うわー、ゲテモノ。僕は食べないです。食べないもん、はい、僕は絶対食べない。サボケンさんは絶対食べないと。ヤリちゃんですね、自分の名前覚えてますので。おはい、あ、あれか、あれだ、これが犬ぞりの犬ですね。犬ぞりの犬、あ、そうなんだ。今日天気良くてよかったって顔してますね。ソロくん、銀河くん、これがちょっとね、イベントのタイムスケジュールで、11時からアザラシ、13時半までのやつ全部制覇しようかなと。お、いいですね。よっしゃ。おお、でかっ。花ちゃん、花ちゃん、花ちゃん、ここがもうちょっとあの入り口なんですね。入り口なんですね、はい、ホワイトライオンの口が冒険の始まりだ。うわ、これはでもあれですよね、オブジェ、オブジェです、オブジェです、そうです。これはオブジェですね。ここからトンネル用の向こうが冒険の始まりです、はいはい、なるほど、行きましょう。アフリカゾーン、おお、おっ、おいた。キリンってでも、はい、寒くないのかな。 ねわあ、おしっこしてます、おしっこしてますね。何かみたいな、うん、なんか言いたそう、なんか言いたい顔してますよ。あれが、なんだろう、チーター、チーターじゃないですか。すごい速そうです。あ、でもすごいかっこいい。やっぱ顔ちっちゃいし、ディー君すごいいい顔してる。わー、すごいいい顔してる。ガチャガチャ形式でね、おやつがジャーキーみたいな。もう分かるんですか。おやつ全然キャッチしない。ああ、おお、ただぶつけてきたケーキ。いやでも美味しそうに食べてますね。はい、サファリ内の特別な体験を予約できる感じですね。サワケンさん、なんかやりたいのあります？アザラシ中体験、はい、愛にちょっと飢えてる状態、触れ合いですね。はい、来ました。いいですね。あ、はい、僕に注意しますので、あ、はい、あ、なるほど。スーパープレミアム体験って何ですか？日替わりで。日替わりなんだ。はい、そうですね。今日はこれで。今日は音かけないサイズです。あ、すごいあったかい。すごい、そしたら、はい、掴んでもらって、はい、この口元に、はい、手は絶対に近づけない。これないです。これ餌は何なんですか？ひよこ、ひよこです。これですよ。いしょ、なかなか食べれない。拾ってあげて大丈夫。ああ、やった。噛みつき具合どうですか？噛みつき具合いいですよ。グッときます、ね、グッとくる。こっからが下手なんです。ちょっとじゃあ、なかなかでもね、愛くるしいね、こんな。いや、これ下手。こっからいけないんでしょっていう。くわえるけど、飲むとこまでいけないから、こっからポンっていきたいけど、落ちちゃうよね。ちょっと おじさんに貸しなさいよ。お、行ったんじゃない？行った。あ、行った。うわあ、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、イエー、白顔さん。
何気に置物じゃないですからね。ね。うん。カピバラね、やっぱり、ね、はい、もう全然動かない。全然動かないですね。全く動いてないから、俺が今ちょっと刺激して。うわー！うえー！ビール！うえー！もう餌！うわ、びっくりした。かすめてきた、かすめてきた。うわ。餌も、あ、これも一匹来たよ。サワケンさん、一匹来たよ。カピバラ。おい、おい、おい、やっぱり。マジで狙ってる。やばい、ガチで狙ってるし。どうすればいいの？今回。やばい。やば。めっちゃ頭かすめてきたからね。開けた瞬間ね、鳥がまだないかみたいな。もうないよ、もうないぜ。ちょっと、そうですね、こうスリーショットで触ったんじゃねえよ、触ったんじゃねえ、触ったんじゃねえ。じゃあ行きましょう。アザラシイベント見てください。はい、あの、先着1名様でゲットしてますね。いいですね。2019年初キスです。いや、いいですね。はい、お相手はアザラシ。アザラシ中700円ですか、ね、700円いるんじゃないですか。あ、俺の2019年初期お相手が相手がいますよ。めっちゃでも俺のこと見てる。あ、見てる。もうちょっと分かり合ってるんですね。めっちゃ見てる。めっちゃ見てるよ。俺も見てるけどね。あ、こっちだよって今されましたね。ツルツルですね。ツルツル、生めかしい。じゃあメロ君という男の子のアザラシです。触る際は体の半分から尻尾側を触っていただくようにお願いいたしますね。はい、じゃあカメラもらいますよ。はい、中入ってください。待ってください、今男の子って言ってました。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 メロ君という男の子のアザラシです。男の子のアザラシです。男の子のアザラシです。よろしくお願いします。男の子って言ってました。はい、でも中は違う。はい、中は違う。はい、アザラシ中はそうですね、超正かわいい。めっちゃかわいい。はい、OK です。ありがとうございます。はい、じゃあ撮ります。次です。ちょっと気になりますかね。それぐらいなら大丈夫です。言うから。やっぱりちょっとキャラが被ると困るじゃないですか。はい、かわいい。はい、ありがとうございます。すいません、添い寝してあれしようと思ったんですけど、はいはい、ダメでした。あ、来年まで練習しておきます。男、やっぱ男の子です。男の子に。じゃあ顔近づけていただいて、ね、もうちょっとしゃがんでもらっていいですか。もうしゃがみ切っちゃって顔近づけてください、はい、ギュッと近づけてください。人も動かないです。あ、いいっすね。ありがとうございます。かわいい、かわいい。かわいいですよね。さあ、真珠触れ合いコーナー。あ、ごめんなさい。キャットです、ね、いいですね。触れ合います。あ、喜んでる。あ、ちなみにこれはメス、メスですか。男の子です。あ、男の子。あ、男の子です。すごい。どうですか。軽い、痛い。でもね、甘髪、甘髪だった。収まりいいですね。あ、わあ、すごい慣れてますね。いや、いいですね。かわいい。買いたくなりますね。そうですね。これ、買えるんですか。家で、お家で買えるとですよ。おー、今、高そう。ありがとうございます。ダメなんですか。嘘。ダメ寄りの人なんで。ダメ寄りの。あの、おとなしい。はい。うわー、すごい。おー、来た、これ。
うわー、ありがとうございます。はい、お、どうですか。うわ、どうですか。うわ、はい、うわ、ちょっと固まるこれどうですか、大丈夫ですか。僕は、はい、大丈夫です。大丈夫ですか。グッてこないですか大丈夫っしょ。うわ意外とね、うん、意外と中心部は硬いっすね。ヘビ、あ、持ってんの今。はい、あー、もっとグネッとしてるかと思ったら顔がね、これ大丈夫ですか。僕大丈夫、大丈夫あ、ありがとうございます。あ、来てますよ。あ、大丈夫ですか。僕、いや、結構やばいかもあ、どうなってんの全然わかんない。あと30分これ、いや、ちょっとやめますか、うん、冷や汗かいてきた。冷や汗かいてきた。あ、でもいいですよ。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。どうもありがとうございます。うわすごいね。ちゃんと、なんだろう、全部ブヨブヨってわけじゃない。そうなの。グッて硬い筋肉質。あ、はいはい、どっちかっていうと、うん、いろんな、もう筋肉網羅されてる感じ。うん、あ、大群いますね。アフラックですか。アフラック。ポニーですね。お、もう、おー、もうちょっと察知してる。察知してますね。サワケンさんの餌に。じゃあこれを、ね、はい、こう持ったら、やっぱこうみんな見て、みんなちょっともう、みんな俺のこと見て、釘付けですよ。お、来た。おお、歯がすごい、歯茎がすごいですほら、おお、あれ、ああ、あ、アフラックも来た。アフラックも来た。こっち、逆にこっち側にあげます。そうですね。ちょっと消極的な子にも、そう、はい、あ、アフラックに取られる。アフラック、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 まだあげたいのに。来た。おお、ラス位置だ、どうする、誰が、誰だ、誰だ。めっちゃ見てる、アフラック。あー、いいっすね。さあ、ここがさっきの熱帯への入り口ですね。はい、アジアのもん。あ、先ほどのね。おお、あれ、ゴリラ。え、見てましょう。おお、置物でした。はい、いや、違うよ。え、ゴリラは生きてる。あれ、生き物は、いや、わかんない。あ、嘘。いや先生、先生、先生、めっちゃ見てた。びっくりしたね。あれ、先生だよね。あれ、先生です。はい、動かんで、先生。カワウソのエサやり。はい、あ、ちっちゃい骨っこみたいな。あ、食べて。来た来た来た。カワウソ、おーい、掴み取るん。かわいい、取り方がかわいい。アフリカゾーンではこっちだぞ。キリンの餌あげ体験を行っております。取った。おお、こっちからまたライオンエリア前の取る。おお、爪カワウソ。手がかわいい。手出して。あ、おいおい、あ、ちゃんと掴むんですね。掴む。あ、こっちに見せ、こっちに見せで、こっち今もう行かねえよ、行かねえ、そっちは行かねえよ。そうですね。先生怖いよね。先生ちゃんと出口にこう、はあ、先生いらっしゃる。触ったりいきなり動いちゃう、動けちゃうんです。いや、それはない。それはなんかもうそういうのまであるんじゃないかなっていう今すごいワクワク感がもうすごい、はあ、動かへんぞ、さすがに。
ない、ないあるわけない、あるわけない日本立てですね、アフリカの森モール。うわ、いきなり尻尾あるけど、おお、ワオキツエだ、カメレオンがいるみたい。あ、この中に、はい、あ、いましたね。いました、いました。同化してます、同化してますね、完全に断末魔だぐわーっおぞましい、おぞましい体験があるんですかね。南米に来ました。アフリカって南米じゃない、アフリカは南米じゃないですよ、アフリカはアフリカですよそうです。ナマケモノいますサファリの向かいにある広場的なところで、これからちょっと犬ぞりをしようかなと思います。犬ぞり、ね、はい、犬ぞりがやっぱりやってたい、そうですね、一番人気みたいで、最初に犬ぞりの練習をするみたいです、はい、これが犬ぞりのソリですね。はい、チケット見せてください。どうぞ、ナチュラルニュースタッフがブレーキといったらブレーキをお願いします、はい、ナチュラルお客さん、犬ぞりいきますよ、いきます、はい、うわーうわーうわありがとうございました。どうすか、どう、途中ね、ちょっとこう、なんか滑走したんだよね、はい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 、あのターンみたいな、うんうんうん、すごかった、うん、楽しいいいですよね、疾走感が、夏はもっとアクティビティがあって、うん、あ、そうなの、魅力的みたいですよ。もうピラニアの上を一本橋を歩くとか、あー、なんか、はい、よりスリリングな、ね、体験が夏はできるみたいで、うん、すごいわ。ヤギレースの予想券付き缶バッジの販売をしております。ヤギレースの、本日走る5頭の中から上位2頭当てていただきますと、はい、体験の無料券をお渡ししていますので、ぜひこちらご参加ください。体験です、体験できる。ではですね、アザラシエリア前からこちらのゴール地点に向かって一直線に走らせていただきます。間囲うような形でですね、ご観覧ください。なおですね、ゴール付近が一番盛り上がりますので、ぜひゴール付近で見てあげてください。でもですね、ただ走るだけでは面白くないということでして、障害物をつけさせていただきます。まずこちら9-1のコーンですね。こちらはですね、ちょっと走るのをちょっとだけ邪魔してしまうよっていう簡単な障害物となってます。そしてそして2つ目、こちらはヤギちゃんの大好物、食パンになっております。この食パン食べちゃうと後から来たヤギちゃんに逃がされてしまうかもしれないという一発逆転を狙った障害物となってます。上位2頭を当てていただきます。順番は逆でも構いません。上位2頭当ててくださいね。ヤギレン、ヤギレン、それでは早速始めていきたいと思います。ヤギレンですね。ヤギちゃんですね、自分の名前覚えてますので、しっかり名前を呼んで応援してあげてください。オーレ君と、それでは行きますよ。位置について、よーい、スタート。今どこ走
走ってるのは赤。ピンクが若干遅れてますよ。ピンクが若干遅れてます。赤赤でしょ。ここでゆうちゃんがゴールしたのはなんと黄色。ダメでした。なんと最後に走っている、ピンクと赤を抜かしそうな喧嘩をしながらもみんなゴールに向かってますよ。はい、初めはですね、赤とても速かったんですけど、なんと追い抜かされてしまいました。それでは予想券ご記入いただいたお客様に聞いてみたいと思います。黄色と青、オーレ君とキムを書いたお客様、いらっしゃいますか？いらっしゃらないですか？残念です。本日50名様以上に予想していただいたんですけど、なんと誰も当てられなかったみたいですね。誰も当たってないです。ちょっと白熱しましたね。そうですね、はい。競馬心くすぐるとこあります。でもなんかこれで当たらなくてよかったって。後で平和な本物の競馬 やってる。ああ、そうですね。これで当たってたら多分これ外れてた。外れてたね。もうサファリ内にね、併設で食事どころもあるんで、はい、なんかね、食ってきましょう。ただ、はい、ただちょっと気になるものがね。ね、ちょっとどうします。はい、とワームと、ワーム、はい、はい、あとなんだ、カエル、ワームとカエル、はい、と、はい、なんだっけ、あ、ヤモリ、ヤモリ、スーパーゲテモノセットですね。そうです、4180円。うわー、ありがとうございます。なかなか出ないんでしょうか、ゲテモノは。相当不安になってまいりましたが、味はどうなの？味は、あ、なんかちょっと甘い。甘いのが奥から甘さ出してきた。甘さ出てくる。うっそ。でもホッケだと思って一回行ってみる。ホッケみたいですよ、はい、うわー、マジで頭から行った方がいいんじゃない、これ豪快に。これうん、すごい。本当に跳躍力ありそうだな。これやっと飛んだ後みたいになってるね。あっ、うん、薄味の洗濯機。うっそ、うっそ、エミュー、いいっすね。このまんまここから食べる。おお、どうですか、上手。うん、手からもいける。おお、はい、ここに餌あるよ。これ見つけた、見つけた、見つけましたよ。あ、見つけた、見つけたけど。お、来た、送った、うん、やっぱりね、続かないんだわ。上手なんだ、賢いんだわ。ライオンダイレクトフーディングやるか。ああ、ああ、プラス200円で肉球タッチ。肉球タッチやります。あ、なんか やろうかなと。一回見させてもらって。ああ、はい、はい、はい。寝起きのホステス。寝起きのホステスみたいな髪型してます。やば。やば。はい。いい場所、いい場所。あ、ごめんなさい。どうすか、佐和健さん。食ってる？足りないと思う。違いない。足りないんじゃない。絶対足りないよ。うわー、すごい。おー、すごい。もっとクレ的なやつじゃない。すごい、すごい。おはい。おお。どう、どう、肉球。すごい。はい、必ず。おお。やりたいこれ。すごい、すごい。やりたい。私やりました。いい顔してるね。今から飯食べたいと思ってるったんだよね。おお、くれるみたいな。
あ、来た。長老も来た。こんにちは。こんにちは。あんまりバカにしないでよ。長老。長老。俺らのこと。俺らのこと甘く見てたらやばいよ。後ろにみんな待ってるからね。本当だ。うん。バックがついてますね。あんまり変なことしたら出るとこ出るよ。あ、いい顔。今日はもうやっぱり行くのやめようかな。飲み会、うん、ね、ここにいようかな今日。意外になんかダラダラしてたらもう4時5時ぐらいになっちゃった。あっち向いちゃった。はい、では皆様お待たせいたしました。日本からの花ちゃんです。はい、ありがとうございます。みかんの湯にしようかなと思っております。はい、でみかん浮かべてね、この香りも楽しみいただければと思います。はい、ということでね、みかんを浮かべてるので、やっぱり美肌ね、はい、かわいいですか。ありがとうございます。で、お猿さんって頬袋がすごく発達してるので、ここに全部もう食べてくんですよ。今の顔のサイズを覚えておいてください。かわいい。ありがとう。はい、頬袋入ってますね。こちらの方の頬袋確認できました。できました。はい、どうですか頬袋、どうですか。わー、いかがですか。ありがとうございます。めちゃくちゃ顔が大きいです。あ、いいですね。美味しいですか。はい、リンゴジュースです。リンゴジュース。リンゴジュースです。はい、いかがでしょう。はい、OK ですね。はい、あらバックリごと行きました。こんなにちょびちょび飲んでんじゃないよと。かわいいですね。ごく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 飲んでおります。はい、そんなにたくさん入れた思い出はないんですけどね、ずいぶん飲んでおります。はい、こんなに入れた思い出はございません。先ほど言いました。はい、手がふわふわなんです。さっきまで入ってたとは思えないぐらいの、はい、ふわふわな感じだと思います。かわいいにしましたね。はい、日本ザルの花ちゃんでした。どうもありがとうございます。いやー、楽しかった。楽しいっすね。これでもね、またね、夏来たいよ。夏絶対また来たいっすね。冬でこれだけのアクティビティ楽しめてよかった。出物食ったしね。出物食ったし、なんかまだ残ってんだよな。おいにが、おいにっていうか、もうあの後味っていうかね、うん、カエルのあの衝撃が。いい体験でしたね。いい体験でしたわ。じゃあね、ちょっとこれから、はい、定山渓の方とかさ、 あるんで、やっぱり、はい、周辺ね、これ温泉だらけですから、まあ、観光できるんで、観光できますから、ね、じゃあそっちの方行ってみようかな。はい、わかりました。はい、よー